中国はベトナム、スリランカ、韓国戦、その中で韓国戦で1セットだけ失いましたが、2セット失ったことはないという中国、今大会、木村、決まった、よっしゃーと言わんばかりの柳本監督のガッツポーズ。さあ、日本、22対19、3点のリードです。このアジア選手権に至っては10連覇中というその中国、その中国に対して第1セットを取った日本、この第2セットも3点のリード。木村上がっている中国、陽光が来る、ブロックはどうだ、日本タッチネット、中国のポイント。さあ日本切り替えていきたい、2点のリードはまだ中国。さあこのセットあと3ポイント取ることができるか日本。陽光のサーブ、竹下は栗原を使う、上げたネット上、上げられるか、あーっと上がらない。さあ1点差、第1セットもそうでした、終盤1点差まで追いついてきました中国。ユーアランに代わって9番の張悦子、ここでタイムアウト、日本のリード1点です。今日の試合を勝敗を左右する大きなポイントかもしれません。竹下は栗原を使う、決まった、23対21。この辺はもうエースの自覚が出てきてますよね、はい、もう絶対自分のところに上がってくると思って打ってますからね。さあ高橋に代わって大村が入ってきました、184センチ、最も高いブロック、最も高い打点を全日本で持つ大村です。超越光が来る、決まりました。さすがですよね、この得点であそこのコースに打ってくること自体すごいですからね、はい、ものすごい角度のクロスでした。本当に体格から体格でしたからね。そうですね、さあ日本1点差、これを取ってアドバンテージ、ドーンと来た、木村が決めた。さあ第2セット、セットポイントを迎えました。木村選手今日いいですね、はい、今までちょっとモヤモヤしたものがあったんですけれども、今日でもう一気に吹っ切れたっていう、そういう感じがしますよね。第1セットを取った日本、さあ第2セットもセットポイントを迎えています。取るか日本、止めるか、あーここは中国決めます、24対23。ただこのサーブカット、そしてこの一つの攻撃、これで決めることができるでしょうか。大事にしたい木村、帰った、自ら木村、どうだ、ブロックにかかった、かかった、超越光、かかってるぞ、もう一度日本攻撃になる、木村が上げて高橋、ブロック、同点、同点です、24対24。そう簡単にはセットを譲らないという中国、さすがですね、この辺は、やはりそんな簡単には勝てる相手じゃないんでね、こういう展開になることをもう心得てると思うんですよ、選手もね。セットは25ポイント制ですが、2点差がつかなければいけません。杉山、25対24、さああと1点、木村のサーブ、ここで一つ日本が止められるか。ただ前衛は竹下、高橋、そして杉山、どうだこのサーブ、あー決めてくる、超越光、やはりベテランがこういった苦しい時にはね、上げてきますね、しっかり仕事してきますよね。はい、25対25、2点差がつくまで続きます。しのぐか日本、やっと決めた、杉山ガッツポーズ。韓国戦ではスタメンから外れましたが途中出場で大活躍、そしてこの中国戦ではスタメン出場の杉山、見事に決めました。さあセットポイント、日本どうだ、一本止めるか、あ決まった、中国決めています、再び同点。やはりここでねセンターを使えるっていうことはかなりコンビ練習もしてきてるんですよね、はい、素晴らしいですよね、この点数でセンターを使ってくるっていうのは。第2セットは
接戦になりました。26対26、どちらが抜け出す。もう一度ブロック固めて、決めた、アンド栗原決めた、決めた、栗原が決めました。27対26。さあ日本セットポイントを迎えました。3度目のセットポイント、あー決めてくる、リエン。果たして何点までいくんでしょうか。27対27。吉原さん、何が大事になりますか。本当に一本一本のプレーなんで集中力ですよね。一本一本のプレーの集中力。栗原、中国が今度は止めた。陽光が来る、いやどうだ、中国が返すだけ。さあ日本、ここは確実に取りたい。佐野から竹下、竹下誰を使う、栗原を使う、決めた、日本の頼れるエース栗原。28対27。栗原選手強気ですよね。はい、さあ日本4度目のセットポイント、これで断ち切るかどうか。止めるか、陽光止めた、止めた、日本止めた。世界一のアタッカー、そのスパイクを止めて、日本が第1セットに続き第2セットも取りました。